いしょよいしょ。はい、皆さん、毎度もアンセルのたまさんです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、東京都にある旧吹上トンネルというところに来ています。こちらですね、あの中で白い和服を着た女性がいるだとか、お化けに追いかけられるとか、赤ちゃんの声が聞こえるなんてこともありますので、あの探索の方してみたいと思います。はい、じゃあサプリメントの摂取ですね、していただきたいと思います。本当に俺東京まで何しに来たの？それはね、あの考えたら負けないやつだ。いただきます。しかんばろ。はい、じゃあ行く前の握力測定ですね。はい、じゃあ行きます。もう疲れたんだけどな、ここまで来るまで。67.3 ですね。だいぶいいですね。これはまあ50代いくわね。下がりすぎじゃないですか。ちょっと自信があるよ。頑張ります。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここね、実はね、もうほぼ1年ぐらい前なんだけど、はい、ツイッターの DM でね、はい、行ってみてくれんかっていうお話があったのね。なかなか遠いからね。そうですね、結構移動時間すごかったですね。まあ、でもね、こういうちゃんとチャンスを狙ってね、行ってくれにはなるべく答えたいと。初上陸ですから。そうね、ちょっと早速見えてきたな。明るいな。ですね。一応車はもう今通れないようになってるんですけど、歩行者自転車用トンネルとして残してあるみたいですね。ちょっとね、今日からね、デジカメで結構撮ってくんで、なんか映ってたら教えてください。今日は久々に SLS も持ってきてる。周りの寂しさもあって、結構でも明るくても嫌ですね。今一瞬もう目の前に映ました。目の前に。ほら、あ、本当だ。足元というか、本当に目の前ですね。この辺がそういう扱いになってるですね。補修、このシミ嫌だな、なんか。なんかこう、なんでしょうね、本当に生き物感ありますね。ね、なんかあのウルトラマンとか出てきそう。シルエットクイズできるか。この線が多分すごい反応するんだね。あ、でもほかしないな。するしみしないしみの差が激しいよね。普通に。足元なんかいるし、響き方ちょっと違くないですか。ゴーンと音しません？ちょっと重めだね。なかなか特殊性癖を持ってらっしゃる。抜けちゃったじゃないですか、カメラ。何かなと思って。大丈夫、そこは誘導がカットしてくれる。でもね、悪いこと書いてる人いるでしょ。しようとしません。ちょっとね。まあ、でも短い距離だから一人検証は気が楽かな。嘘つきました。ここはあの行ったらあれなんですけど、一人は僕嫌ですよ。性格悪そうなドラえもん。モザイクいるかな。明るいからかろうじてまだ
いけるけどって感じだな僕。この辺の反響の仕方がすごい嫌。はい、もう出口だからそんなすごい反響するってのもおかしい気がしますけど。すごいなあ、バッキバキ。じゃあとりあえず片道来たんでいつも通り準備してですね、ここから一人で僕が戻るような形で撮っていきたいと思います。お願いします。まあ頑張ろう。はい、それじゃあですね、戻りは僕一人で行きたいと思います。カズマはねもう先に戻ってもらってるんですけども、戻ってもらって待ってる間の方が怖い。これやだね、確かにすごい絵力だもんな。明かりがあるだけまだマシっていうのはあるんだけど、普段もっと暗いとこも行きますからね。東京一発目がねトンネルなんで、スピボが反応してくれないですからね、大体トンネルは。今日はスピボ使ってないんですけども、次に行くところではですね外なんでスピボ使っていきたいと思いますね。おこれさっきの立ちの悪そうなピーが入るやつですね。これは確かに一人でゆっくり歩いてるとちょっと嫌な感じはするかな。あんまりその暗闇の怖さはないですけど、いろいろなですね場所をなるべく映していきたいと思うので、何か映ったよとかあればですねぜひ教えてくださいね。愛があるのはいいね、いいことだよね。なんかさっきからも音聞こえるんだよな。ちょっとあんまり振り向きたくないんですけど、なんかでもこんなにすごい落書きあるとこって久しぶりな気がするな。一応すぐ隣にある新トンネルは普通に車バンバン通ってるトンネルなんで、隣の車の音はちょっと遠くから聞こえたりはするんですけど、他の音がですね反響してる僕の声ぐらい。まあ多少歩いてる地面がちょっとドロドロなんで、こんな感じで僕の足音は少し入ってると思いますけど、他にも多分なんか入ってたようだな。ちょっと前にリアルに声が入ってて、データチェックしながら変な声出ましたしね僕。なんか寒くない、ここさっきまで暑かったのに。なんだろう、なんでこの辺そんな寒いんだろう。声とか入ってたら嫌だな。これがすごい人っぽい。結構シミが嫌な感じですね。そんなに水の下立ってるような場所なかったのに、前後からすんごい水の音聞こえるんだよな。なんでだろう。全然こんな感じで地面乾いてるんですよね。上も見てもらっても分かるように、すごい乾いてるんですけど、前後でから水の滴る音が聞こえてくるんで、ちょっとその辺気
気になりますね。こうやって見てもやっぱりないですもんね。だって音鳴ってたのこの辺だよ。マジか、ちょっとやだな。明かりがあるのは本当助かるな。でもな、ないと真っ暗闇ですもんね、いつも歩いてるとこ。ついに静岡を通り越して東京に来まして、なんでこの文字付近で顔認証された今、やだな。もうちょっとで出口ですね。今なんか足音、すぐ真後ろだったけど誰もなんぞ。あ、なんか外で車の音聞こえます。そっちの方が安心する。それも変な話ですけどね。あと50メーターぐらいかな。どうですかね、なんか映ってましたかね。声とかでもいいので、もし何かあればですね、ぜひコメント欄とかでお願いしますね。この辺は水が滴ってるとはいえ、水が落ちてる気配はないんだよな。やっぱりね、なんか全然そういう感じじゃないじゃないですか。壁から染み出てるみたいな感じなんで、垂れてる感じがないんだよね。はい、ではですね、渡り切りましたので一人検証の方は終わりたいと思います。はい、ではですね、以上になりますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。そうでした。いかがでした？不思議なとこだね、明るいから全然怖くねえんじゃねえのって最初思ってたんだけど、はい、中間地点ぐらいかな、あ、ちょっと出口に近いぐらいかな、ほ進んだぐらいのところにめちゃめちゃ急に寒くなって、今腕まくりしてるじゃん、そんな寒くないのよ。そうですね、今日まあ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 、あ、やべえ寒っ。あとあのね、水の滴る音がずっと気になってた。あー、してましたね、してました。でも別に最近雨降ってないですし、あの壁が濡れてるからその水が垂れていくっていうのは分かるんだけど、落ちてる音なのよ。そうですよね、なかったですね、その場所。そうなんだよね、そこがすっごい気になってて、あと俺の足音も絶対鳴ってるんだけど、はい、3分ぐらい聞こえる。反響の分もあるとして、はい、それでも 1反響じゃん。まあまあまあそうですね。あと1人分誰よ。すっごい気になってた。いやね、多分なんか入ってるかもしれないね、面白いからね。ああ、そうですね、うん、まあ、ぜひ入ってたらコメント欄にお願いします。東京初ザバス、いつもより多めに降ってます。ザバス、いただきます。シュワーって炭酸飲料みたいな音鳴ってた。降りすぎです。お疲れ様でした。はい、じゃあ締めの握力ですね、いきます。絶対下がってるぞ、いほらね。58.9 になりました。10ぐらい落ちちゃってるじゃないですか。あるんだって。
だいぶ持ってかれたっすかね、うん、多分なんかね心霊ダイエットの方で聞いてると思います動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、またねー。